おはようご国尾です。えっ、ー、と、今日は珍しく朝方にお届けしようと思っております。2020年4月3日、えっ、ー、と、今日は、えー、大塚アイナバースデー、そして高橋由伸、これ高橋由伸モデルのバットなんですけど、僕、同級生ですから、えーと、彼は4月3日、僕は4月2日。ねこれきついね。<laughs> きつこもないか。 とあと上原浩司も僕同級生なんですよ。ほんでまあそんなそんな話です。ちょっと待ってよこれ。ああ。いっか。まあ何でもいいか。じゃあそんな感じで今日はレス動画。えー、っと1週間ぶりぐらいになりますけどコメントくれた方々にちょっと今日は2回に分けてになるんですけどまず1回目は 僕がオリンピック延期によるハロプロホールコンの影響予測というふうにした動画にレスくれている方それともう一つねえっ、ー、とハロプロ関連レスにレスにまたレスくれたのにサラレスみたいな感じとあと「拳ファクトリー」の時代の井上イちゃんの僕トピックを挙げてるんですけどそこにコメントくれた方へのレスということからスタートしたいと思います。 お時間ありましたら、この動画はラジオ形式みたいにやっていて、時代背景も含めたさまざまなところを引用しながらお届けしますので、楽しんでいただけるように取り組みますので、お付き合いいただきたいと思っております。まあ、コメントもまたさらに遠慮なくください。まあ、そういうコミュニケーション動画にしたいということですね。お願いします。じゃあ、まずいきましょう。えー、っとね、最初はこの東京オリンピック延期によるハロプロホールコンの影響予測で、 これ前回本当はコメントしなきゃいけなかったんですけどちょっとスルーしてしまいまして申し訳なかったです。横ちゃんブログさん。ね。いつもありがとうございます。お返しします。じゃあまず読みますね。えっ、ー、と、国野さんお久しぶりです。今後のライブツアーで気になっているのがライブハウスツアーです。ハロプロの各ユニットの活動の中でライブハウスでの公演というものが多くのウェイトを占めております。 4月以降も各地方で予定されていますが大阪でのライブハウスでの事例もありますし今後どうなっていくのでしょうかもし中止となった場合返金対応も膨大なものですし何せよメンバーの活動が激減してしまい何をさせるんだろうと思ってしまいますライブハウス公演は過去に良い番号が来て メンバーの姿を至近距離で見れてとてもいい思い出になったのでまた行きたいなと思うのですが現実的にいつ再開されるのかかなり厳しい状況ではないかと感じていますありがとうございますこれね僕あの回答するべきだと思ってて今のタイミング当然1週間前と違うんですけど、えー、割と僕情報を多分持ってる方だと思いますハハロプロハロプの中では 当然だけど、その現場でさまざま活動してるんで、えー、あんまり明るくない話ですよ。おそらくです、うん。あの、ゴールデンウィーク中のやつは、ほぼほぼ、僕、ゼロになると思う。うん、これ、実は僕、さっきも、まあ、あれですよ、もう、これ、狭いネ,ネットワークだからと思ってください。 ハローとかも使っているライブハウスとかホールのやつらとコンタクト取りまくってんすよこれいつもだよこういう機会がなくてもいつもやってることだからそれで何が情報入るかっていったら別にそれで「ハロー」の話聞き出してるんじゃないんですよ。工業的にどうなのかとかあと穴が開いてるスケジュールってあるんですけどそこ僕割とあの買い取って何かそういうところにニーズがある人たちっていうのを紹介してみたいなこともやってるんですね。 今はやれないよだけど通常の時は結構それ両方から引き合いあるんですよ。で割ともう20年以上こういう業界でやっちゃってるもんだからで逃げたことないしすっぽかしたことないから信頼があるんですよね。ともこんなやつだけどね。これ理由2つだけ本当にあにお金と時間に言い訳しないでルール通りやるからそれだけです。だからまあまああ ね、交渉したらもちろんするけどねだからそういうところの信頼できる情報として、えー、5月6日までは多分動けないこれ別にあの内緒の話じゃなくて大体みんなそういうふうな見積もりでやってますだけど発表っていうのがあの各事務所ごととかあの個人でやってれば個人ね先ほどスカポンの話もしたけどスカポンなんか昨日 一昨日かなんか今日のイベント中止ですって言ってるわけじゃないだからそれはもう距離規模によってっていうところで考えてあげてくださいただもう内々では大体決まってるでも誰を傷つけるとかまあ保証の問題とかねいろいろあってですようんでもこれが答え今の4月 3, あ3日2020年4月3日の段階では、まあ、こんな感じだと思って ちょっと参考にしてスケジュールとか今後組んでみたらいいかもしれないです。あの割と僕が言うのいけないんですけど深刻名です。で、横ちゃんブラグさんありがとうございます。じゃあ続けます。えー、っとね、これハロプロ関連コメントレスをラジオ的に、そして社会情勢もの方にあの回答コメントくれました。えー、っと、いつも書いてくれてますね。騎馬警備隊さんこれ。ごめんね、いつもピリピリをプロプロになるの俺切り忘れちゃってる。 ごめんごめんで、えー、っと読みますね岡村編の見てからのコメさせてもらいますあ、これ岡村康幸さん動画を僕上げてるんですけど音楽の自分のかなりルーツに近いものとしてね最近よくテレビ出たりしてますね岡村さんもねで、続きますね確か彼も尾崎と同い年ぐらいの年だと思ったんですけどまあ置いといてイノフェレイ 字合ってるかな井上礼ジ合ってるかなうん椿加入説面白い本人の気持ちを想像するとありえそうとまあちょっとこれ岡村さんの動画っていうのはハロー興味ある人には僕岡村杉さん知ってほしいっていうことを何個かの動画で言ったんですけどそれ理由簡単でつんくさんが岡村さん節っていうのをすごく尊敬しているのはまあ間違いないんです。 あと j p o p っていうところの文脈で言うと岡村いいいいといた方がいいですこれまあ,あのいろんなアイドル聴いてる方でも岡村さん聴いてみたらああこっから来てんなっていうのを発見あって音楽ファンとして面白いんじゃないかってことです。であとこれ尾崎と同い年っていうのは尾崎豊さんのことですね。え同い年です。吉川浩次さんも同い年ですで。この3人は仲良かったんですけど 尾、まあ、崎さんが26歳でお亡くなりになられてしまい、ゆかにって同い年の時に亡くなってんですよ。で、亡くなってしまい、うんうん、まあ、岡村さん落ち込むみたいなね、後に語ってますから。ね、まあまあ、そんな,そんな背景ですよね。この、まあ、3人の友情の話なんていうのはお届けしたいと。僕ね、岡村さんのスタッフの人たちともなんかすっごく仲良くさせてもらってたんで。うん まあ思いが強いです。でまあ、そんな形ですね。あとはじゃあ井上レイのこの「椿加入説ね」ねもう今答えが出てるタイミングですけどもこれこの後のレイちゃん動画でも同じ話続けますから確認の意味でいきましょう。椿に入った方が良かった説っていうのはどう唱えていたかというとやっぱりマル。リサマルとナイスガールトレーニーからのなんて思いというのをここで集結し また未来を作っていくっていうのは面白いんじゃないかなってこととあと昨日の岸門動画であの岸門誕生日祝いみたいな感じで特集組んだ動画あるんですけどまあよかったら見てもらえば深く語ってますけど岸門のボーカリストとしての横に行く井上レイっていうのが面白いんじゃないかなとあとはまあベリキュー的な流れで小物場で物語続けてつなげていく続けていくなんていうのがなんか綺麗じゃねえかななんて思ったんですよ まあそういう説でした。ね。僕何パーかあったと思うよ。結果は違うけどね。まあそんな感じで、えー、いつもありがとうございます。じゃあ続けましょう。えー、っと、あともう一個だけにこの動画をしようかな。えこぶしファクトリー、井上レイのね、えこぶしファクトリー時代に3月28日に撮った動画にコメントくれてる方々のお返ししていきたいと思っております。えー、っと、まずは、 あロマンスロマンスの途中さんね今日行きたかったですわあこれそうだこの時うちで飲み会やったんですようさぎの羊というこのフロア使ってやってるんですけど <laughs> まあ超飲みすぎちゃったまあ全部だけどね最近ね疲れてるんですよ多分ねすごくお酒もあります <laughs> 気をつけますでまあじゃあ来たらまあ 僕のベロベロに絡まれてたということになりますけどこれねえと世論ともかくですけどちょっとねなんか変にロスにしたくないとかあとまあ僕自身もまあ世論とは別に出るんですけどお酒飲んだりとか飲食店行ったりとかねこれねしないわけにいかないのそういう人もいると思っといて潰れんもん <laughs>。 で知人が多くやってるからあので全部いけないの本当に順番にで優先順位で一緒に近所でまあ僕仕事とも遊びも同じようなもんだからそこ重なってる人たちの様子見にみたいなのと同じふうにやってます。で、まあ、僕は新宿海外ねあの在住兼まあお仕事兼のところもその辺っていうことなんでうん。だからまあそんな中で少し ーーーににななならいいようにうちでホームパーティーみたいなのやってまあ同じようなことやってるやつらとかも招きながらっていうのをまあ企画しますよそれで企画した時はちゃんとこれ YouTube でお届けしますんで、えー、個人の責任の中でしっかりケアしながらあ社会の速度というのを見失わないあなくさないこの両方ですねまあまあ本当にその辺は連絡 ここでで YouTube を使ってやっててやきますんで気持ちに乗ってる人たち同調してくれる人っていうのはその時にっていう感じですじゃあまずそれはロマンスの途中さんありがとうございますじゃあ続けましょうカンタロー44さんこの方もいつもありがとうございますねえっ、ー、と拳は5人になってから私の中でえっ、ー、ときらめきだしました、えー、特にレイレイがすごく気になりだした 解散を知った時一瞬心がハロプロから離れそうになりましたけれどレイレイがハロプロに残ってくれると知った時すごく救われる気がしましたレイレイを絶対応援していくと決めましたかっこいいっすねうん。これ正解っすよねでもレイレイだけがかっこいいわけじゃないことは僕ら忘れちゃいけないよね 拳誰がっていうこともちょっと言えないかもだってさ二十歳未満の女の子たちが、まあ、どこまで本人たちの言ってることをね、あのー、真に受けるかは別としてだけど考えて大人の選択してんだもんこれはちょっと言えないよね尊重だよねでもまあ分かります僕もレイレイイがハローに残っっててくれるっていうことで 少なからず救われた気しましたもんねえ、だファン心理そのままでここはいいかもしれないですよありがとうございますじゃあ続きましょうボラさんボラさんもよく帰ってくれますねえっ、ー、とタイプと推しが違うわ深い私はリコリコ推しでタイプはマリアかなエリリン好きだった当時中学生でしたねアニメとかあったな レイレイは処遇は難しいけどイメチェンで後輩グーグー引っ張ってるところを見たいかな、うん、でこれではこの動画で何を言ってたかというと「拳ファクトリーノエレイ」動画でね僕ねレイレイはタイプだと。で推しは、まあ、この時かりんっていう例えをしてでなんかすごくこれともかに失礼にならないようなんだけど。 ともこも全然押し出しタイプなんだけどこ,こういう 2, つ2人から比べるとどっか友達みたいにわわしてたいもこになんかレイレイタイプなんだよねとか仮にいいよねなんて話しながらまあ大人ですから飲みたいみたいなねそういう <laughs> ねえお前こ心が子供だろって話ですけどでまあまあそういう話題をしてたんですよでそこにまあ 興味深いいとと言っててくれてありがとうございますこれね、本当に2つに分かれないです。この動画中でも言ったんですけど、どんな人いるもいるしただ僕、やっぱ音楽ファンって側面強いんですよね。そこで、この見てて、でもタイプ入ってくると、あーあ、関係ねえやつだっていうのに気づいたっていうね。でもこれか、もうここにあの反応してくれて、なんか嬉しいです。あ,ですであとは、 いやリコリコ星でタイプはマリアね。うん。まあそうそういうことっす、ね、モもモもマリアタイプじちゃタイプよ。うん。ね、であとエリリン好きってこれこのエリリンはあの何度も言ってるんですけどあの田村エリコで亀井じゃないんですよね。田村エリコっていうのがアイドル伝説エリコなんていうね1989年かなに。 テレビ東京で6時台にやっていたんですよ。で、すっげー誤解招かず分かりやすく言ったら、ちょっともう古いんだけどキラリンレボリューションみたいな感じ、あん時のクスニコハルの先輩ぐらいに思っといてください。で、なんか物語の中で当時はサンミュージックの新人で売り出した田村恵リ子とそのアイドルデスデリコとのリンクさせながらこの進めていく2.5次元ですよね。 僕はマクロスの林民名、イージバ・マリーとか、まあ最近で言ったら、それこそ金沢智子も好きだって言ってたマクロス・フロンティアとかのね、マメグとまあランカリーみたいなさ、まあメイン部長といわゆる、まあまあまあ、シェリル・ノームみたいな。シェリル・ノームちょっと声優の部分で帰ったりしてんだ、まあ、そういうのも先輩と思ってくれれば。僕、マクロスのも好きなんだけど、話もしたいんだけど、 これね多分再生数そんな伸びないんだよで俺ちょっとハロ,ハロプロだけで登録者数伸ばしたいと思ってやってんだけどまあ2ヶ月で300ちょいだからねサブスクライバーがにでなんとか1000いきたいんですけどなんかありやったらくださいでもちょっと話しずるそうに続けましょうでこのねレイレイはね処遇難しいけどイメチェンで。 うん、後輩グイグイ引っ張ってるところ見たいこれグイグイまでいかないでしょうけど今回の純粋でいわゆるあれじゃないですかあのルルと同級生プラス後輩2人つけたって形になって要は初めて先輩がやれるわけですよねグループの中でこれ見どころっすよね うん、でグイグイまではいかない他のメンバーになんうのレイレイもちゃんと様子見ながら空気見ながらやる子だからかなともタイプですよ多分かなともみたいかなともだって実は2 1人ぐらいまではああいう今みたいなカッと吹きれた感じじゃなかったですよちょっとお腹か、ね、病気あって本人やめようまで思ったっていうねだからあれを知ってるからもう。 本当にトモコは今元気で25を迎えジュースジュースにいるっていうことは、まあ、ここはもうほぼ確定なんでだからこれはもうね本人がよくか「感慨深い感慨深い」の使ってますけどそれまさに感慨深いですよ。うん、ねまあでも『レイレイ』のそういうとこねい,いずれ間違いなく見れるんでちょっとタコとねリアイにどうするかっていうのは楽しみですね。 じじゃあそんな感じで,でもう一個のコメントでここはラストかな。これははるかはるかでいいのかな、うん、ちょっとねこう,こういう難しい感じが弱い勉強します。でじゃあありがとうございますね。えっ、ー、と田村はエリコでリカは姫メノで良いでしょうか。いいですね。姫の日理科えー これも80年代後半、90年代前半に、明星近代映画なんていうのを買っていた人。ファミコン通信もね、当時の頃からアイドル取り上げたファミツーね。ファミ,、ね、あのファミマガはあんまりアイドル取り上げないんだけど、ファミツーは結構取り上げてたのよ。ファミコン、ファミリーコンピューターの攻略本の雑誌ねです。ねえ、それ、思い出すねえ。可愛かったね、うん、それは、 いいですよいいですけど、まあ、理科っていうと、たくさんいますからね。古くは、石川で、で佐々木、石川理科ちゃんなんていうのは、僕、パリでも共演させていただいたしね、あの、ハングリーアングリーの時にね、それ、海外公演のやつとかで僕、喋ってますよ、YouTube 動画で,で。テレビもかな、東京 MX の押し上げナウ。ね あの出させててもらってねリカちゃんの後ろでなんかバカみたいなことやってるっていうね <laughs> まあ今も変わんないか、うん、まあまあ姫野木リカでもいいですしけど今は俺佐々木リカがいいかな梨花こかそれリカ <laughs>、ね、ってねリカちゃん人形っていうのがあったから僕ら世代の時は 割と人口多かった名前かもしれないですね、うん。バービーちゃんって名前になったけど。話ずれそうですね。うん。いいですね。ちょっとこういう話すると昔の景色浮かびますね。そんな感じでこれ、はるかはるかさんでいいのかわかりませんけど、ありがとうございます。じゃあまあ、返答動画、今日はこの辺にしましょう。で、動画の最後に、先ほどちょっと4月3日の話なんていうところ触れましたけど、 あとライブハウスのところもね触れたんでそこをちょっとお,お届けしして終わりましょう、まあ、確認というところなんですけど僕ってライブハウスとかクラブっていうところの存続っていうのはもう是非やってほしい人間なんですねだからもうそ,そこの立ち位置の人と思っていただけたらとてもいいんですけどなぜ、まあ、かといったらそこでイベントをやったり遊びに行かせてもらったりとかして自分は恩を感じて生きています。 でもこれ多分ねほぼほぼ業種転換か何かもう一個サイドワークになるものっていうのかなっていうのを今みんな模索してやってるとこですなんか英会話学校的なとことかカフェとかもつながりあってそこでイベントもやらしてもらったりしてるんですけどあんまり大きく言ってないんですよ外国人向けのところとかっていうのでも興味あったら案内しますよ でそういうところも本当にどうしようもなくてただ英会話学校とかのところだったらテレワーク的なところをシフトできるんだけどそうすると大手に勝てないんですよ。レアジョブさんとか、D、なんだっけなんとか DNA 的なのね <laughs> も,うもう言えよって <laughs>、ね、そういうところに勝てないんですよ。なんかその代案みたいなのを今考えてたすんで,すでもしなんかそういうとこお詳しい方とかいたら。 まあ、国を言ってんだからしょうがねえな,いなちょっとヒントぐらいと思っていただけたらあのなんかコメント欄とか書き込んでおいていただければあの今の時代っていうのはこのタイミングというのはってことですねちょっと情報を共有しながらあ少しでも多くの人が要は職を失わないとかあの状況が好転した時にその2月の後半ぐらいまでのベースのところに戻れるように何かしたいなと思ってます。 ちょっとあのー、私の微力なお願いで申し訳ございませんけど皆さんちょっとそういうとこお力お貸しできたらなんて考えてますので引き続きよろしくお願いします。でひとまずこんな感じでまたちょっとコメント動画みたいなところはあのー、後ほど撮りたいと思ってます。じゃ4月の3日の午前中なんていうところでこんなの試してみました。ああと1個触れとこうこれ。ねちょっと4月っていうのは 今度撮りますけどまた松浦綾ちゃんのデビュー好きなんでちょっと初心に帰ろうなと思ってこれチップスっていうね血ヶ崎に、うん、ドキドキラブメール出る前に、えー、そこでドラマ撮影なんか松浦綾ちゃんしてたんですよでその時ここでイベ,ンイベントやったりねさせてもらったんでそれを思い出してさっきちょっと来てみたよーっていう話です女子が4月楽しく過ごしましょうじゃあひとまずじゃあね